Hello everyone! 皆さんこんにちは。This is Tosh. Tosh です。Today I'm going to talk about place values. 今日は place value についてお話します。What are the place values? Place value って何でしょうか? I have a number written here. ここに数字が書いてあります。753です。It has three digits. ここには3つの数字が入っています。7, 5, and 3. 7と5と3です。What do they represent? これは何を表しているんでしょうか? You just have to look at the place value. この時、place value を見なくてはいけません。3 is in the one place. 3は1の位にあります。So, 3 means 3 ones. ですから3は1が3個ある。こういうことです。How about 5? 5はどうでしょう? This is 10th place. ここは10の位です。So, 5 means 5 tens. ですから5は10が5個あると。こういうことですね。7、7です。7 is in the 100th place. 7は100の位にあります。So, 7 means 7 hundredths.ですから7は100が7個ということです。The place value shows how much a digit has worth where it is. Place value というのはその数字がある場所でその数がどのくらいの大きさなのかを表していると。こういうことです。ここからは日本語だけになります。Place value 日本語で言ったら例えば10の位、1の位、100の位とこの何々の位というのが英語の Place value になるんですね。ですから100の位に8と書いてあったら100が8個で800を表していると。10の位に1と書いてあったら10が1個で10を表していると。1000の位だったら1000の位に6と書いてあったら1000が6個で6000を表していると。このようになるわけで。つまり日本語で何々の位、何々の位という位取りの位ですね。これが英語のプレイスバリューということです。Thank you for watching. See you next time. どうもありがとうございました。またお会いしましょう。